しちゃったか。血のりはついてないね。外したみたいです。やっちゃいましたね。わかる。なんかね、銃のね、手入れの仕方が違う。何違うって何？なんかね、執念っていうかね、オーラが見えます。今日はどうだったんですか？では視聴者の皆さんにご報告ください。今日はですね、今日は鹿より先にこっちが鹿を見つける、そこまでは良かったんですよ。なんていうんですかね、鹿を見つけた時にちょっと鹿はこうパッと一瞬姿を見せてすぐにこう木の後ろに隠れちゃったんですけど、その時ね、銃を持ってこう移動して撃とうかなって一瞬思ったんですけど、移動するとさすがにバレるかなと思ったんで、15分ぐらいねそこで隠れてたら鹿がね出てきたんですよ。でこれやったーと思ってね、こう銃をパッと構えたらもうね近い距離だったので、鹿の頭がすぐそこにレチクルの真ん中にボーンと見えるんですよ。もうねこれ当たると思うじゃんね。まあね、そうね。だからね思ったら、それでですね、もう私もね、これなら、ね、もう鹿の面玉でも一撃で当たるなんて思ってですね、もう気を楽にしてバーンって撃ったんですよ。で、そのまま近づいていったら、あれ？なんか鹿、まだ生きてる？って感じで、で、ちょっとまだ裸眼じゃ見えない距離だったので、もう一回ね、スコープでこう覗いてみたんですよ。そしたら、鹿がなんか立ってこっちを見てるじゃない、ね、だから、これやばいと思って、もう一回こうね、パーンって撃ったんですよ。で、さすがにね、もう当たると思うよね。まあね、そうね、もうね、絶対当たってるってね信じてました。それで、まあ撃った後にしかもね、こうダダダダダってこう走って逃げたんですけど、まあ当たってるって思ってたから、歩いてね、そのまま血のりでも追っかければいいやと思ってこう追っかけてたら、血のりがない。外しちゃいましたね。で、まあ、いつも通りなんですけど、外した後はですね、腕じゃない、銃とスコープが悪いんだなんてね、また言い訳をいっぱい考えて、射撃場に行って撃ってみました。で、そしたらね、やっぱりね、まあ、いつものことなんですけど、悪いのは銃じゃない。次はね、取ってくるよ、次は。あ、じゃあ頑張って取ってきてください。次は取ってきます。おった、おった、これここに上がったね。取った取った。ちょっとなんかピンボケしてるね。ウリ坊おるね。鹿3頭見たね、もう、うん、すごい。ウリ
リボー1頭で鹿3頭おるね。何が出るかなって感じだね。おった、うん、2匹1頭どこに逃げるこれ。左右上もう4頭見た。山に入っていきましょう。忍び漁と巻き狩りの間のようなスタイル。今日は私が獲物を追い出す瀬古の役。ただ瀬古といっても犬を使ったり爆竹とかで大きな音を出すんじゃなくて、静かに獲物に忍び寄っていきます。通常の巻き狩りと違ってこのやり方では瀬古も竜馬も狙撃チャンスがあるときは獲物が走っていることは稀です。50から100メートル、今見える一番遠くを見ながら進んでいきます。基本的には獲物より先に気配に気がつくところが勝負。さっき車で鹿を見たのはこの左後方500から600メートルのところでしょうか。まだこの辺りを移動しているのか、それとも目の前の尾根の上で休んでいるか、または尾根を越えて水場まで行ったか、いずれにしてもこの辺りが怪しいでしょう。いた、しまった。今2頭出た。できれば持ち場に隠れといて。仕留めたようですね。発砲音が聞こえたので今度は逆にこっちが竜馬に切り替えています。ん、何か音が。近くまで行ってみましょう。小さいウリボーだ。どうする？撃つか。今日は獲物の好き嫌いを言うべきではないでしょう。お見事でした。いやー、よかったね。ねえ、うん、何、今日どういう感じで撮れたの？いや、それがね、うん、目の前を通り過ぎていったの。はい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 。で、なもんだから慌ててニアゾード撃ったのね、うん、で、当たったんやけど、うんうん、まだ逃げちゃったのよ。あー、そうなの。そうそう、当たっても走った。そうそうそう、なかなかタフじゃねえ。そう、なもんだから慌てて追いかけたんだけど、うん、まあそのせいでちょっと撮れてなかったんだけどね。そうじゃ、映像はないんですね。そで、その逃げた先で、うん、網にかかってたのよ。へえ、あ、じゃあ何、仕留めた時には網にかかったの？そうなんよ。へえ、あ、じゃあ今から回収行ったら何、網に絡まってるの？間違いないね。そんなこともあるんじゃね。ねえ、まとどめの一発と。ああ、なるほどね。まあ、お見事でした。いや、よかった。肉焼くよ。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。こっち。何これ、ドッキリ。